川北を。はい、ここ来るわけだ、はい、ね、見えるわけだ。それは2人と2人とも俺が勝つんだって言えば、はい、よーいスタート。ずっと、あ、これちょっと遅れちゃう、遅れた、これ進めよ、進めよ、ちょっと遅れた、ね、はい、こうでしょ、ほら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 、あ、ここで、え、じゃあそう、事故だ、事故だ、事故だ、ダメだな、こいつらな、 あるね、これね、すごいことね、うん、さあ、畑中慎吾、今黒いマシンがスッと動き出した。どう攻めるか、畑中の一本、スーッといい角度をつけてくる。さあ、それをうまく持ちこたえた、持ちこたえた、角度は深い状態だ、ディープアングル、ちょっとミドルライン的なところはありましたけれども、それでもいい角度を保ったまんま、ここの振り返し、ブレーキコントロールしながら、なんとかその姿勢を保って今フィニッシュ、 98.00 です。やはりいい走りというところ。さあ、赤点灯、そして消えて今スタートしていく白いマシーン、これが末永直人の一本、いいスピードだ、スーッと手前からいい角度をつけてくる。ちょっとカクカクっと振られたところがありますが、大きなアングルをつけながらスーッと回り込んでいく、回し込んでいく。さあ、あとこの辺からは早い切り返し S 字、そして最後の角度を追い込んでいきたいところ。さあ、それでも得点は出ました、 98.25 というところ。いいね、はい。さあ、この男も戻ってまいりました。今年のシリーズ台風の目ということになるんではないか。ピンクのマシン中村直樹、スーッと角度をつけてくる、いい角度だ、いい角度だ、さあどうだ、いいラインでいっている、いい角度。さあ、このまま最後までいくと、これはどうやら末永直人の今トップの得点変わりそうかな、どうでしょう、 98.95 トップ。やっぱ路面が良くなってきて、いや路面のせいじゃないんじゃないですか直樹には負けたくないそうですよね。さあ、いよいよ出てまいります、これが最初の一本ということになります。 GR スープラ斉藤大吾、どんな走りを見せるのか、本当にできたて、おやおや、その GR スープラのその走り、いやいい角度をついたけれども、ちょっとまだ飛ばしていかない、いやそれでも思い切り踏み込んでいく、腕でとと最高の GR スープラ、初めて見るそのドリフト、白煙を出しながらずっと立ち上がっていく、 97.25 だ。セットされました。それではショットガントーナメント一組目参りましょう。さあ、赤点灯、そして消えてスタートというところ、この戦いまずどうなるか。まずは最初にずっと藤野秀樹がいいダッシュを決めた。さあ、そして旋回していく、それぞれ右回り左回り、赤いマシーン北岡、藤野が先行した状態でアウトを回って、インガを北岡回って、さあ最後の回り、あーどうだ、ほぼ同じか、ほぼ同じか、ちょっと藤野が有利か、ちょっと藤野が有利か、さあどうだ、おっとこれは藤野だ、今ジャッカー勝ったのは藤野秀幸、 28.53 秒というところのタイムが出ております。さあ、シグナル消えて今スタートしていく、スタートは上野が若干遅れたか。さあ、上を担ぎる赤いマシン、しかしこの旋回でちょっと上を担ぎるミスもあった。さあ、スーッと来るところだ、ここはちょっと間違い入ったぞ。さあ、上野貴弘がイン側、そしてアウト側、上を担ぎる、最後の回りでどうだ、これはほぼ同じだぞ、これはほぼ同じだぞ。さあ、逆に上を担ぎるが先行するかどうか、いやー、ギリギリのところ、上尾が先行か、若干か、ギリギリ上尾勝弘選手というところになった2組目。ショットガントーナメント、いよいよ
決勝です。さあシグナル点灯、そして消えてスタート、両者一緒だ。さあ煙が出ながら上岡月弘がリードするか。さあどうでしょうか。まずは旋回最初の回り、中村直樹若干前か。ここまた上岡月弘同じように待つ。さあ上岡月弘が待つ、アウトライン、そして E9 を中村直樹が行く。さあ最後の旋回はどうだ、若干上岡リードか。さあどうだ、ギリ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 立ち上がるところ、これは分からない。いや最高、ちょっとふらついたところで抜かれたかな。27秒12、ショットガントーナメントギリギリわずかの差、優勝したのは中村直樹選手。この新競技なんですが、これはまた追走とは違った難しさがあると思いますが、勝因は何でしょうか。コース間違えないように走ることです。それだけで勝ったというところ、はい、バリのタイヤのグリップが良かったですね。はい、それは相手も同じだと思いますけれども、というところでショットガントーナメント見事に、最初の戦い、これ優勝したのは中村直樹選手でした。ありがとうございます。さあ今シグナルは消えて今スタートしていく、先行中村直樹、そして下田沙也加遅れていく、これは速いぞ、ね、ものすごい角度とものすごい勢いで飛び込んでいく。それに対してなんとか下田沙也加、このトップ8には残ったものの、この中村直樹相手にそれでも最後は入っていこうというところ、はい、いいじゃないですか。沙也加も最後は最後頑張ったね、はい、98先行での9ランク、そして後ろ8、後追いとして中村直樹どんな走りをするか。さあ加速がしきれない状態でもずっと寄ってきた寄ってきた、近いところ、入った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 、ギリギリのところ、ギリギリのところ、サイドバイサイドぴったりとくっついている。さあこの辺のコントロールは難しいぞ、抜き差しの状態でギリギリかすめた、これは取った、ベスト4進出中村直樹です。さあ赤点灯、消えてスタートしていく、まずはまずは北岡、そして後ろから藤野が狙っている、スーッと寄っていきたいところはうまく合わせる、こういったところの後から合わせ技、非常にうまいのを持っている藤野秀幸、しかし角度をつけて逃げていきたいところですが、ぴったりとくっついてくる、ぴったりとくっついてくる、スーッと距離感はいい状態だ、距離感はいい状態だ。89藤野秀幸ワンランク取りました。さあ両者見合った状態、そして動き出した、スーッと藤野がいいスタート、それに対して北岡、さあこの感覚を詰めることができるか、いい角度をつけて、いい角度をつけて藤野秀幸、それに対して北岡、イン側からスーッと寄っていきたいところだ。さあこの低速コーナー一番低いところ、そして振り返しの状態、いやーこれだとどうかな、決定です、ベスト4進出藤野秀幸です。藤野選手のフライングギリギリのこのスタートダッシュの凄さ、毎回うまいんですよね。はい、はい、みんなのスタートめっちゃうまいって思ってました。スタートだけに命かけてるからそこだけそこだけあとちょっとちっちゃいからさあ今スタートしていく、これはいいスタートを切ったセナーの音、しかしそれに対して横井も近いところついている、スーッといい角度合わせた、綺麗な角度の合わせ。さあ横井がまずセナーの音に対して、うおー寄ってく寄ってく寄ってく当たる当たる当たってる、いや近いところやりすぎたやりすぎた、自分の逃げ場なし、ちょっとこれは入りすぎたところの戻りはちょっと大きいところですが、88というのは多分それまでにワンランク取ってますね、はい、これね、はい、あそこのミスがワンランク、はい、しかしその前の寄せでワンランク取ってて、はい、88イーブンと入れ替えの2本目、今度横井が前、後ろからセーラーナウト、さあセーラーナウトいいスタートを切っている、横井がフルいい角度、それに対してセーナーが後追いで入れている、スーッと寄ってた寄ってた寄ってた、さあどうだ、近いところ同じように近いところ取っていいで差し込んでいきたい、さあどうでしょう、これで取れるかどうか、 8.5 や 0.5 取れた、というところで勝ったのは末永直人です。気持ちよく入りすぎて円のまま回っちゃった、さっき間違えてショットガンのコース行っちゃった。さあエンジン音が高鳴ってシグナル KT はスタートしていく、さあ藤野がいいスタートを切っている、思い切り振った中村直樹に対してスーッと寄っていく、さあ近いところ入っていった、近いところ入っていった、この辺りは藤野のうまいところ、うわー寄ってる寄ってる、当たる当たる当たる、さあギリギリ抜き差し、これは決めた藤野秀幸、
俺は決めた。89ワンランクアップ。藤野秀幸のこの東洋カラーの180の懐、ピンクのマシンが食い込んでくるかどうか。さあ今スタートしていく。まずはスタート藤野、逃げたい藤野逃げたい。さあそれに対して中村亮がスーッと寄っていきたいところ。どうだどうだ、うまく寄っていきたいところ。しかし寄り切れない寄り切れない。あーこれはちょっとミスがあった。これは中村直樹失敗だ。これは藤野だ、いけなかったですね。今決勝進出、藤野秀幸。いいね、直樹のこういうのを見たいね。直樹のこういうの見たいね。この苦戦してる感じね。まあまだ俺には早いね。俺に調整まだ早いね。キャン言わされた。あー考えたっすわ。あーやばい、やり直します。いよいよファイナルのスタートです。さあ今動き出した。セナーのウターフライング見てギリギリ近いところ入っていく。スーッと寄っていく。いい角度、いい角度先行藤野秀幸。それに対して寄っていく。さあ近づいてきた、近づいてきた。低速コーナー。さあこっからの抜き先はどうか。返していくところで小さいところを通っていった。いやどうでしょう。これは 88.5、 セナーがナウト 0.5 アップ。さあエンジン型から手入れ替えの2本目決勝戦。いやーこれはあれ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 動き出した。いやー違う、これ何ですか。どうやら動き出せなかったのは何か藤野選手にトラブルという情報が入ってきた。マラブさん、あ出た出た。藤野くんの今の状態はギアが噛んで、とりあえず今復活です。ギア復活、あのギア紙で発進できなかったっぽいですね。だよね時田さん、はい、なんだかわかんないけど突然出てきてありがとうございました。以上っていうことは今のは成立しちゃってるんですもん。はい、それからもちろん、もちろんもちろん、はい、いうところで、はい、勝負ありと。この一部の追走トーナメント、はい、勝ったのは末永直樹選手です。なんか開幕戦ちょっと気持ちいいね。いや最高の2019スタートですねこれはね。やっぱ時代は我々に来たかな。ものすごい帽子見せできますね。まあ今年からスポンサー変わって、まあリンロンタイヤさんのサポートで走れることになったんですよね。で正則と2大体制でまるで僕らの心を表しているようなこのピュアホワイトをベースにしたねリンロンカラーに変わって、そんな中で一発目だったので実は結構狙ってました。ピュアグランプリの中でなかなか厳しいものがあったのではないかという。いきなり女性大丈夫でしたね。まあ油線も見えない、下からビュービュー漏れてないでしょ。さあ赤が消えてスタートしていく。赤いマシンのマークス北岡雄介がここもスーッと角度をつけて振り出してきた。さあどうだ、この辺の旋回速度も高いぞ。さあ今この前の通り過ぎていった状態の角度もありながらもいい、この振り返しもさあちょっと詰まっていたけれども最後まできっちりと角度つけながら今フィニッシュだ。さあというところで 98.35、はい、さあ一発決まれば相当いい得点が出るということを期待いたしましょう、はい、中村直樹今年の D1 グランプリシリーズ台風の目いいスピードバーンと上がってきた。さあいいところ来ている。さあどうでしょうか、ものすごい角度とそしてその旋回がアクセルを開け、そしてこの開始速い、はいはい、スーッと持っていく。98.55 です。 98.55。 さあ川渡正人この後の追走に残るための一本、いやこれ大事ですね。さあどうでしょう、いいスピードスーッと入れた状態だ。
さあ思いっきり角度をつけて踏み込んでった。さあそして繰り返して最後の立ち上がり、今踏み切ってった。 98.75 トップ。ごめん返上、ね、やればできるんですよ。え、できるだ、できるよ。あんな走り一回もしてないよ。できるのやるったら気持ちよかったね。水産もっといけそう。当たり前や、頑張る。期待してていいってこと。期待して期待して。まずは1回戦目です。 A コース、ミキー高木、 B コース、さやかしんモーダー。スタートしていった。それぞれ分かれていきます。右左分かれていった状態でまずは定常連ぐるーっと回っていく、はい、さあまずはここで1回対面。ちょっと待った、ちょっと待った。さあ下野さやくんが待つ。そしてここはアウトがギリ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 。さあギリギリのところ、ああっとクロスもギリギリ。さあどっちが早い、これはまず同じ状態か、下田が早いか、同じか同じか、下田だ下田か、どっちだ、下田さやかだ、下田選手、いやギリギリいい勝負。 28.50 下田さやか、そして高木美希 28.98、 勝ったのは下田さやか。さあ、Let's go! トラップ転倒消えてスタート、いよいよ決勝戦始まりました。さあまずは赤いマシンが右回り、そしてポーン左回りで回っていく。まずは最初の定常円、まずは最初の定常円、どうでしょうか、ここほぼ同じぐらいのところ。ここはちょっと待った、さあここはちょっと待った状態、下沢か、インガーいいぞ、インガーきれいだぞ、インガーいいぞ、さあ下沢くんがインガーいいぞ、さあどうだ、これわからない、これわからない。さあ最後の回り、最後の回りどうだ、早く回っていく下沢か、先に行く、先に行く、先に行くか、どうだどうだ、いやどうだ、すごい、これ下田が勝ったんじゃないか。さあどういう結果になるのか。さあそれでは、はい、結果発表です。ポンのタイム30秒82、はい、下田さやか30秒79、勝ったのは下田さやか。皆様ありがとうございました。楽しんでいただけたでしょうか。あなたが楽しんでるよ。はい、私はめっちゃ楽しんであります。はい、はい、いつも D1 の最前線で戦っているポン選手に勝ててとっても嬉しいです。ねえ、もうなんかこのまま D1 出れるぐらいな勘違いしそうですね、これね。いいんじゃないですか、もう勘違いして出ちゃっても。D1 の権利ください。これでは、これではあげません。いやー、ということで見事に勝ったのは下田沙也加選手、おめでとう、大きな拍手をお願いします。 Congratulations。 さあ両者スタンバイ、そしてシグナルが消えていました、そしていく、さあぴったりと横につけて上岡瀬広が入れるか、ちょっと角度が出ないか、いい先行の走りだ、いい先行の走りだ。それに対して、いやー赤いマシンが近づいていこうかというところ、しかしここはちょっとコントロール、抜き差しのスタンバイ、いや最後にかけて、最後にかけて若干離した、若干離した、87で先行でアドバンテージ取りました。シグナルが消えてスタートということになる。まだ上は赤いマシン、そして後ろからちょっと煙を出しながら後ろから捕まえている、捕まえている、捕まえている、さあどうだ、もう一回角度をつけ直した状態、いやートリッキーな動き、非常にトリッキーなこのマシンに対して、ちょっとこれはこれは惑わされた、見事にやられましたね、これ逆ですね、今度逆に、いやー、同じ完全なイーブン、ということは残念ながらルールで決めさせていただきます。はい、単走の順位が第1位、はい、川端正人がベスト進出、はい、コースは見えてる、あ、なんとなく見えてるけど前の車が見えてなかったっぽいねそういうこと、はい。さあ両者スタンバイ、今動き出した、瀬長直人が前、後ろから小橋正則、同じカラーのこの2台チーム同士、いやー綺麗なラインのところ、ものすごい飛び込み、これはすごいビタビタ状態で入ってる、入ってる、あ、寄った寄ったとこからちょっと離れた、寄りすぎた、もう1回出す、もう1回出す、入ってった、綺麗なるリンロンタイヤのツイン乗りだ。
末永直人 8.5 に対して小橋正則 9 0.5 ランクアップ。さあ 0.5 ランクではわからないぞ。入れ替えり、末永直人の後追いだ。さあ小橋に対して末永直人ずっと寄っていく、寄っていく、入ってる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 、角度が合ってる、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 合ってる。さあどうだ、こっから、こっから、こっから。さあこっからきっちりと合わせて最後の飛び込み、どうでしょうか、どうだ。うわ、勝負あり、勝ったのは末永直人です。次マサトですけど、マサが続くね。マサノリ、マサト、そうそう、マサキラー、頑張る。さあ両者スタンバイ、今シグナルが消えてエンジン音が高鳴ってスタートしていく。さあまずは中村直樹、後ろからソアラ、上野貴弘がまずはついていきたい。スーッとドリブル、さあいい状態での中村直樹に対して、しかし上野もまだ負けてはいないぞ。上野貴弘はソアラを負けてはいない、しかし入れてはいない、入れてはいない。スーッとここはきっちりと回ってったところですが、これではちょっと厳しいか。 7.5 イーブンです。2本目レッツゴー。さあ入れ替えの2本目、両者シグナルが消えてスタートというところ、上野貴弘が前、そして後ろから中村直樹、さあ捉えた捉えた捉えた、ここはグーッと入ってこようというところ、どうでしょうか。小さいラインだ、小さいラインだ。さあギリギリのところ、ギリギリのところ、入ってる入ってる、これはいいところ入ってる。いや近い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 、ギリギリ当たりそう。そして入れ替え差し替え、抜き差し替えてグーンと入ってった、どうだ。先行 6.5 に対して中村直樹 7.5、勝ったのは中村直樹。このクラスは問題なく見えますか、コースは。見えるわけないじゃん、こんなの。何歳だと思ってんの、俺。イチローより上よ。ウイジ38ぐらいじゃなかったでしたっけ。あ、38じゃない。なんか美味しいもの食べたいでしょ。ごちそうしちゃうよ。さあ両者エンジン音が高鳴って、よっしゃ、今動き出した川端の先行、後追いが末永直人、いやいいダッシュで川端、それに対して末永直人、今末永直人が近いところに行っている。寄ってる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 、かなり綺麗に寄った状態から抜き差し、しかし先行も悪くはない、両者いい状態。出た7.58、やはり 0.5 末永直人アドバンテージ。今度は末永直人が前、そして後ろから川端正人、さあ川端正人前 AT、 どんな後へ見せるか。これもいいところ捉えてはいる、捉えてはいる、インガー並みの、いやー近いなー、近いところ行き過ぎた、これは辛いラインで行った、いやー走りが若干乱れた、行き過ぎた。取られた、逆に末永直人に持ってかれた。決勝進出末永直人。これちなみに行き道はどうなってんですか、このワンエイティ。これこの前と行き道、あの誰か勝ってどうですか、売り出し中なの、うん、どうですかこれ。さあ両者で揃って今スタートしていく。ピンクのマシン中村直樹先行、ミドルのマシンアレックス7松井幸男、ずーっと飛び込んでくる、しかしちょっと後ろ前に幸男のカカグッとした動きから入りきることができない。ここでグーッと角度がちょっと戻っていく感じ、いやしかし食い込む最後の S 字切り返し、はい、いやというところで88イーブンです。さあ入れ替えの2本目、これで決まるということになります。今度は松井幸男、アレックス7が前、後ろから中村直樹が、さあどうだ、戻った完全に戻った状態、松井幸男が思いっきり角度つけた、しかし後半食い込む、後半ものすごい食い込み、ビタビタ。勝負あり、決勝進出はやはり松井幸男。いやなんか俺スピンしたと思うで、ヒルンだ、俺が戻りそうだってわけだ。そう、遅っ。さあ両者エンジンをスタートしていく。まずは末永直人、そして松井幸男がいいスタートを切っている。ずーっと抜けたところ、思いっきり角度をつけて飛び込んだ先行。さあそれに対してかなり近いところにはいる、近いところにいる。さあここからの S 字抜き差し、最後のフィニッシュ。8.5 0.5
アドバンテージ、ね、松井幸雄。今両者合図、そしてエンジン音が高鳴ってスタートしていくファイナル。さあ松井幸雄後ろからセナーナウト、捉えている捉えている、振ってくる。これは合わせ、なんとかギリギリ持った。さあ近いところ、寄りすぎている、大丈夫か、抜き差し、これも入って取った。さあ結果出た。これは発表です。追走ファイナル、はい、優勝したのは末永直人選手。おめでとうございます。 Congratulations。 連勝です。 0.5 の差で見事にこの第2部の追走も優勝は末永直人選手でした。どうぞ大きな拍手を。やりました。 V2 これ完全に V4 狙ってません？いやまああのはい狙ってますね。まあそもう狙えってことでしょ。そうです、はい、狙っていきたいなと。はい、ということでおめでとうございます。優勝したのは末永直人、第2位に松井幸雄選手でした。おめでとうございます。